エクスプローラースポーツトラックは、フォードが北米市場向けに製造、販売したピックアップトラックである。フォードレンジャーとフォード F シリーズの中間車種で、シボレコロラド、GMC キャニオン、ダッジダコタ、日産、フロンティア、トヨタタコマを主な競合車種とする。単にスポーツトラックとも呼ばれてる。フォードエクスプローラーをベースに開発されに世代約10年にわたって販売された。 生産拠点はすべてルイビルにあるルイビル組み立て工場から供給されていた。フォードが2011年モデル向けに5代目エクスプローラーを開発したことでエクスプローラースポーツトラックはモデルラインから段階的に外され2010年10月に生産が終了。当初北米から除外されていたフォードレンジャーは2018年末に生産を開始。市場の移行に伴いレンジャーは エクスプローラースポーツトラックの後継としての役割を果たした。2001年モデルとして2000年2月に導入された。SUV とピックアップトラックが融合したスポーツユーティリティトラックという新しいタイプの車として発表された。レイアウトに関してはスポーツトラックに続いてシボレーアバランチとホンダリッチラインがあり、どちらも SUV から派生した乗用車用。 ピックアップトラックである。2006年、フォードは2代目モデルをリリース。4代目エクスプローラーをベースとして発売を開始した。東大から日本へ正規輸入された。2006年モデルをスキップした後、2007年モデルの新しいデザインがリリースされエクスプローラー。マウンテニアの2006年の再設計で多くの更新を採用したエクスプローラースポーツトラックは、 再設計されたフレームと安定性制御とアクティブロールオーバー保護を含むいくつかの安全機能の導入を受けた。ありがとうございます。